11世紀に書かれた中国の標本書に登場する火船の例。河川とは可燃物や爆発物を積載して敵艦船に体当たり攻撃を仕掛ける船のこと。野球打ち船とも呼ばれる。80年戦争でオランダ軍が使用した河川を描いた絵。ギリシャ独立戦争で使用された河川の模型。船尾につながれている小船は乗員の脱出用。 河川の歴史は古く、おそらくは、海戦の歴史の早々期に存在していたと考えられるが、この種の船が誕生した時期や地域は詳しく知られていない。早い時期の有名な河川使用例として208年の石壁の戦いでは、郊外の発案により停泊していた、早々軍の艦船が河川攻撃を受けて、多数が炎上した。地中海でのガレー船による海戦でも、 しばしば使用された。この頃の河川は、小型の船に藁などの可燃物を積載して火をつけて、風上や潮流の上流から放流し、敵艦船に体当たりさせるという形態であった。また、船の甲板に油を塗って火をつけることもあった。時代が、下り火薬が使用されるようになると、河川にも火薬が搭載されるようになった。火薬を搭載する場合は体当たりする時間に火薬に、 進化するように導火線が用いられた。しかしながら、敵艦船が河川攻撃から逃れる可能性があったため、乗員は可能な限り火船に止まって、敵艦船へ船体を近づけた。西洋では、海船の主役がガレー船から小船に移ると、さらに河川が乗用されるようになった。アルマダの海船では、密集したスペイン艦隊に対して、イングランド軍の河川が使用。80年戦争では、 オランダ軍が大量の火薬を積んだ強大な火船を使用し、戦火を上げた。火船戦術は17世紀中盤の英ン戦争で頂点に達した。第一次英ン戦争では敵艦隊に対し単純に風上から放流するだけで容易に迎撃や回避をされてしまい戦火が乏しかった。しかし第二次英ン戦争では固定的な目標を狙って使用され、 しかも妨害を排除するための護衛艦を伴うなど、運用も洗練されたことから、いくつかの海戦で成功を収めることができた。18世紀になると、西洋における火砲の発達や、軍艦の運動性の向上、整然とした艦隊行動の発展などのため、河川の戦術的有効性は低下した。アメリカ独立戦争では停泊中の艦船に対する、 攻撃手段としてしか効力を発揮できず、次第に姿を消した。ただ、有力な軍艦を整備できない勢力にとっては、奇襲戦術として価値が残った。ギリシャ独立戦争では、ギリシャ軍により、可燃物としてアスファルトなどを満載した河川がかなりの規模で使用され、相当の戦果を上げている。第二次世界大戦においては、火薬を搭載した小型体当たりでの使用例がある。 イタリア海軍がスダ湾襲撃で重巡洋艦、ヨークの撃破に成功した例や日本が特攻兵器として整備した信用などが存在する。イギリスはドイツ軍のイギリス本土上陸作戦に対抗するため、ドイツ軍が準備中の上陸用襲艇を河川で焼き払うルシット作戦を立案したが実行に至らなかった。また、1942年のサンナゼール。 強襲作戦においては、老朽駆逐艦、キャンベルタウンが爆薬を搭載した、河川としてドック攻撃に投入され、ドックの完全破壊に成功している。2000年には、米韓コール襲撃事件で、火薬搭載の自爆ボートが使用された。河川に代わる兵器としては、アメリカ独立戦争中に外装水雷を装備した水雷艇が生まれた。 その後の魚雷や体艦ミサイルの開発により、体当たりの必要もあまりなくなった。ただし、前述のような小型対当たり艇の使用例が、その後も若干見られる。ソウル米への回線では、オランダの河川がイギリスの機関、ロイヤル・ジェームズを撃沈した。ありがとうございます。